帝氏の王府帝氏は後霊長を起こしの中高期において北部で政治の実権を握った東京帝氏一族の故障。飾り物の皇帝を奉じたまま政権を握った帝氏の支配はベトナムにおける将軍制度と評された。当初、後霊長の貴族であった東京帝氏と広南、元氏の両者は同盟を組み、後霊長を散脱した幕長と戦っていた。 その時代を南北朝時代と呼ぶ。幕朝が首都を放棄し地方に退いた後、東京帝止と南部には事実上の反独立政権、江南国を築いた江南元氏が相争った200年近くの分断時代を低源紛争と呼ぶ。1540年頃の勢力図。ピンクはナーサ、黄色はトレイ朝、黄緑はチャンパコ省としては他に、帝止政権、東京帝止。 統治した領域については、当時の公式文章で、北側、北側国、中国人からは、高鎮国、安南国、日本人からは、東京国、ヨーロッパ人からは18世紀初頭から、首都の東京にちなんで、トンキンと呼ばれた。帝氏の思祖は、後、霊長の初代皇帝である大祖始まりの、友人であり良き助言者でもあった定家に始まるという。大祖の死後、定家は、 大層、人層と続いた妖帝の背後で権力を振るった。偉大な皇帝であった第五代皇帝聖衆の治世下においても聖将軍をやからしている。聖衆の没後、後、霊長の提出は弱体化し、1516年の第九代皇帝上翼帝の死後に、献信の幕東洋が権力を掌握した。五百二十年、後、霊長の重心であったと元は、 幕東洋の野心を恐れ、まだ若い第十一代皇帝昌州を保護して、都の東京を離れ、聖火に逃れた。これが南北朝時代の始まりとなった。帝氏と元氏の代々の根拠地であった聖火が戦場となった数年の戦いの後、昌州は幕東洋の手の者によって暗殺された。しばらく後に、帝氏、元氏の指導者も処刑された。しかしながら、 これはほんの序幕に過ぎなかった。1527年に幕東洋が操り人形であった教皇から定位を禅上させ幕長を開いた。数ヶ月も待たずに定士と元始は聖火で再び軍を起こし幕朝への対抗姿勢を明らかにした。この二度目の放棄の指導者は原赤であり定士の新しい統領である定権を結べむことしていた。五年のうちに 黄河の南側は復興した後、霊長の支配するところとなったが、東京を攻略することはできなかった。1640年の勢力図。ピンクはナーサ、灰色は、帝子、黄色はゲンシ、厳子。大々色は、と霊長に反抗し、六代にわたり、独立勢力を維持した、主。緑は、チャンパ1545年、元赤ワナ、朝からの交渉の要求一致の手によって独殺された。 ゲや赤の幕下にいた定権はこの機会を逃さずに、大使となって後、霊長の主導権を握った。ゲや赤には二人の子がいたが、定権は長男の源弘を殺し、次男のゲを順化に追放した。しかしこれにより、元は南部の支配権を握ることになった。1570年、定権が死ぬと、長男のテイのノが後を継いだが、 悪星と幕長との敗戦で権威が失墜したため、その弟の定末が当主の地位を奪い幕長軍を撃退した。定末は極めて活発な指導者で、1572年にはな、朝から東京を奪回した。翌年にはな、朝に東京を奪取されたものの、20年にわたって小競り合いが続く間に幕長を弱体化させた。1592年、テーは再び、 東京を奪還し、この時に、幕長第五大皇帝の幕茂広氏を捕らえ、処刑した。この後数年にわたってな、朝に勝利を続け、その後の朝は高平に逃れ、民とそれに続く清の保護のもとに1677年まで、地方政権として存続した。大越の軍船な、朝を駆逐し、成功を収めた、丁末にとって、南部の支配域を広げる原の動きは、 眼下できないものとなっていった。1620年に第18代皇帝真相が即位すると、元のこの元復元は、唐とへの効能を拒否した。1623年に、丁末が、抜子の帝椿の反乱により死去した後、後を継いだ帝と元復元の間で5年にわたって、政治的な交渉が繰り広げられたが、1627年に、ついに先端が開かれ、 六百七十三年に和平が結ばれるまで長い戦争時代が続いた。あと、霊長提出の派閥を利用し合理的な統治を行った帝氏は、自らの都合のいいように皇帝を選んで、また交代させた。カンボジアやシャムと頻繁に感化を交え、また政略結婚を行った原始と異なり、帝氏は近隣諸国と平和的な関係を築くことに努めたが、1694年には、 ラーンサーンの複数の党派をめぐる戦争が起き、シャムと共に戦乱に巻き込まれた。10年の後、ラーンサーンは、大越、シャム両者に隷属する3つの王国による不安定な商工状態にたどり着いた。丁寧とその総尊の定横木は、多くの政治改革を行ったが、これらの改革は政権を強固にする代償に、民衆の負担を増すことになり、民衆の不満は増大していった。 主食に不けった低譲り派の脆弱で無能な統治の間に民衆の放棄が頻繁に起こるようになっていった。主な問題は農地不足であったが、低譲り派の統治はますます状況を悪化させていったため、重心によるクーデターにより弟の低鋭が当主となった。低鋭は謙虚な人物であったが、その失勢の間、農民反乱の鎮圧と、 地方に跋扈する貴族の討伐に追われることになった。分裂時代の終わりを告げたのは、七百七十一年に、港南玄師の領域で起きた西山党による農民反乱であった。停止当主のテもモ入りはこれを、港南玄師を滅ぼして、南部を平定する機会と捉えた。その頃の広南、玄師は、当主にわずか十二歳の玄復圧師を据えていたが、実質的な支配者は、 セッショの長福乱であった。1774年、テーモリは長福乱の悪性を正すことを口実に軍を南に進めた。希護服の率いる軍は1775年の初めには、元首の本拠地普遜を征服。さらに、南を伺ったが、西山島に阻まれ、いくつかの小戦闘の後に西山島と急戦した。この急戦は、西山島が、広南、 原子の残りの領域を征服することの助けになった。原子の一部は家庭まで逃れたが、家庭も1776年に西山軍に攻略され、原子一族はシャムに逃げ延びた、原福へを除いて滅亡した。しかし、西山党は、帝止に隷属するつもりはなく、南部を平定し力を蓄えた10年後、1786年に西山党の指導者の一人の元恵は大軍を、 もって北部に侵攻した。しかし、1782年のテ盛の死後、停止政権は権力闘争による致命的な分裂を起こしており、兵士も強制を誇る現恵の軍と戦うことを拒否した。当主の定会は、反抗的な自分の軍から逃れる途中で農民に捕らわれ、自殺した。1786年7月、現恵が昇竜に入場すると、 帝氏の軍はちり散りに敗走した。第24代皇帝建造は、玄恵を玄水に人事王女をめとらせたが、玄恵はこれを軽論じて、昇竜を放棄した。その後、玄恵の兄の玄学が、貴人で皇帝を名乗ると、第25代皇帝貧帝は清に逃れ、玄竜帝に援助を求めた。清は後、霊長の復興を名目に大軍を送り、 1788年に、昇竜を征服したため、帝史当主の帝が勢力を回復したが、これは短命に終わった。再度北上した、玄恵の軍が、かつて、はじむりが民を相手に言ったように、新軍を粉砕したからである。新軍は撤退し、五霊町帝室と帝氏一族は清に亡命した。玄福永が西山町を滅ぼして、元朝を建てると、帝の子であったが、 丁子の祭祀を継承した。民と清氏に関しては極めて慎重な態度をとり、民の維新に好意的で多くの移民を受け入れた原氏とは対照的だった。1620年、フランスのイエズス会史のアレクサンドル・ドゥ・ロードが北側にトライシ・コシフツを結ぶ重要人物となった。ロードは多くの翻訳を行い、ラテン文字を用いたベトナム語の筆記法を確立し、 いくつもの教会を建てた。しかし1630年に、帝は社会に悪影響を及ぼすとして、労働を国外追放に処した。この時より、帝氏は大越から、キリスト教の影響を払拭するよう試みるようになり、ある程度の成功を収めた。原氏がポルトガル製のカノン砲で防壁を守った時、帝氏も、様式の兵器を求め、オランダと接触を試みた。 オランダはさらに優れたカノン砲を停止に売り込もうとしており、オランダの他後にドイツ人も昇流に交易所を設置した。オランダの貿易は当初は黒字であったが、1673年に戦争が急戦を迎えると兵器の需要は急速に落ち込み、1700年にオランダとイングランドの交易所は閉鎖された。ありがとうございます。